はい。問い2列。天然に存在する典型元素と繊維元素について、え正しいものを選びなさいという問題です。まず、典型元素というのは、周期表の縦のつながり。先ほど書いたこれだね。一族とか二族とかえ、そういう縦のつながりが強い元素で、周期表の一族と二族、あと12から18族がこれに当たります。ちょうどね、あの先ほど書いた、この図に出てきたようなものはみんな典型元素です。 あと12族がこれに入ってない限ね。まあこういうのが典型元素と考えていいです。で、まあこれで金属元素と、こちら側は金属だし、こっちは非金属だし、典型元素には金属元素と非金属元素があることはわかりますね。で、繊維元素というのは、周期表の横のつながりが強い元素で、周期表の3から11足の元素がこのように当たります。で、これは全て金属元素です。これさ、実際の周期表、この間さ、こう分かれてるよね。その間にあるのが、 繊維元素ってて考えていいですで、えー、ここまでやんなくてもいいかもしれませんがいい機会なので練習しておきましょう周期表をね大雑把に書く練習をしましょうちょっと僕がやるのに合わせてやってください本当に大雑把でねまず H あるね H は非金属元素だから赤ねあ赤を非金属元素にしましょうで金属そのあとのところにえっ、ー、とね2列分でここもね2行分 まあ、お雑把でいいよでこういってここの幅割と適当でいい。で1個分こういってこうねあと1233回こう下ろして123ますね使って丁寧にやってもいいけどでここら辺ぐらいまでかなこういってこの辺ほんと適当でいいです。 表ってこんな感じ、ね、でこっちに行ってここ1個分あいいやもうちょっとだ、まあ、そこの幅はもう、ま、これも適当でいいんでこの赤色で示したのが非金属元素。 で、青いで示した方が、これが金属元素です。まあ、周期表っていうのはこういう風になってますね。で、金魚のは、ね、ここは水素だし、ここはね、アルミニウムなんだよな。で、ここにセットエのがある。アエンね。でね、ここまでね、ここ、こからここ、ここが、 あ強調した色にしたかったけど、ここが繊維元素の部分。す、ま、べ、あ、て金属元素と分かると思います。で、繊維元素以外のこっち側やこっち側が典型元素です。いいかな。では選択肢も見ていきましょう。誤りを含むものを選ぶので、一つずつ見ていきます。丸一アルカリ土類金属はすべて繊維元素である。 えー、もうこれは答えでいいですね。二族元素のうち、B、えー、ベリリウム、マグネシウム、カルシウムとありますが、ここになるかな。ここからした、カルシウムより下のものをアルカリド類金属と言います。えー、そもそも、一、ま、族、あ、ここから H よりこの下はアルカリ金属。で、二族、アルカリド類金属。えー、17族、えー、ハロゲン。18族、キガス。などと言いますが、もうこの名前がついてる。 時点でね、え、縦の塊ごと属と言いましたが、その属、属の特徴をまとめた名前、そのアルカリトリ金属みたいな名前を持っていること自体、もう典型元素だってこと。いいかな。まあ、他の選択肢も一応確認しましょう。典型元素にある良性元素が含まれる。良性元素ってあの、いいことがあったね。知ってるかな知らない人もいるかもしれないから。紹介するね。良性元素。アルミニウム。 でここをね「あーあ」って読む「あーあ」で「すず」「すんなり」鉛ね「ああすんなり」と両性に愛されるまあアルミニウムだけでもねこの両性元素のところに典型元素が両性典型元素の中に両性元素アルミニウムみたいな両性、えー、元素があるってことで2番は消せますね で3番、典型元素はすべて金属元素である、その通りです。4番、典型元素では周期表の左下、こっちってこと、に位置,するほど位置する元素ほど陽性が強い。これもね、その通りです。で、これね、まとめとこう。これも大事なことなんで、陽性が強いってでどういうことかってことねあ。ごめんなさい、この字だ。陽性が強い。 これはでもずばりね、陽イオンになりやすい。陽イオンになりやすいというのはどういう意味か。え電子が取れたら有イオンになりますよねえ。電子が取れやすいってこと。で電子が取れやすいということはどういう意味か。ここでこういう方望がありました。イオン化エネルギーが小さい。 イオン化エネルギーというのは電子1個を奪うときに必要なエネルギーなので、それが小さいほどオンになりやすいということです。で、一族が最外核に電子が1個余分にあるから、最もオンになりやすいというのは納得しやすいよね。で、なぜ下の方が、えー、なぜ下の方が陽性が強いのか、オンになり,ややなりやすいのか、ちょっとね、簡単に説明しておきます、これも。 んとね、例えばね、ナトリウムで考えると、ナトリウムは原子番号が2、8、11。ナトリウムは原子番号が11。だ中心に11個のプラスの電気。で、電子、これ黒丸にしとくね。ここで1個、2個。3、4、5、6、7、8、9、10。で、もう1個いって、1。まあ確かにこの1個すぐ取れそうだよね。だこれがイオン化エネルギーが小さくて、 えー、よよになりやすいといとう意味ですでこの次カリウムを考えるとカリウムの原子番号が、えー、10で18で19でいいかな 19+ プラスで一番内側の K 角に電子が2個で L 角に8個12345678910で KL だから次 M 角にまた8個。 えーと今10個だっけ1112131415161718で一番外側の角に電子が1個ありますでちょっと見てねこいつとこいつどっちが取りやすいと思うそうこっちだよね原子核から離れてるからねすごいで初学化学ってそういうのが面白いよね うんってことで下にある元素の方が、えー、中心の原子核から電子が離れてるように取りやすい、えー、だから4回のよう小さいって解釈できますねで最後5番です五番、えー、繊維元素には複数の酸化数を取るものがあるまあその通りという以前に皆さんがもう結構苦労してるとこじゃないかなこういうところたくさんねあのー、いろそうそういろんな酸化数取るから大変だよねなんて思ってるよねほんまは思ってないといけないぐらいだけどね まあそっちの酸化数の問題については関連の内容が出てきたらしっかり解説しますが、まあ、それに関してはとりあえずあの一番取りやすい酸化数を一番最初に抑えるという風な勉強をしていくと効率がいいと思います。